こんにちは、エンジニアファーストの丸山です。浅田です。今回前回に引き続き泉さんにお越しいただきました。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。そしたら再度自己紹介の方お願いします。泉と申します。エンジニア歴が7年目になりまして、フリーランスになってからのエンジニア歴は4年目ですね。はい、ありがとうございます。前回の動画ではですね、上流工程をやられていて、そこから会社員3年からやってフリーランス専攻の時のお話の方を伺わせていただきました。今回はですね、 PL スケールを使った現場にも結構いたらしいというところで、 PL スケールって何みたいなところからお話の伺わせていただければと思います。はい、ぜひ PL スケール今触ってる人とかはですね、参考にしていただければというふうに思います。そうですね、はい。実際 PL スケールっていう言語でいくと何年って感じですか？ SQL を全く使わない現場に入ったことがないので、そういう意味では丸ごと7年っていう感じですかね。はい、そもそも聞きたいんですけど、SQL とはどう違うんですか？基本的な部分は SQL っていう括りでは同じなんですけれど、マイクロソフトが出しているソフトウェアを使って SQL を書く場合とか、オラクルが出しているソフトを使って SQL を書く場合みたいなんです。何のソフトを通してこう SQL 発行するかっていうところで、細かいちょっとした文法が違ったりとかして、まあ、そういったところで呼び名が何個かあります。じゃあ SQL だけやられてた方が PLSQL に行くとちょっと苦労はやっぱされるってことですか、ね、そういう意味では僕前の現場と今の現場は PLSQL なんですけれど、初めてやったのがトランザクト SQL と呼ばれる、また別の SQL だったんですね。ちょっとそこを存じ上げないですもんね。そこから PLSQL に移った時は細かい文法の違いはあるんですけれど、基本的な根っこの考え方は一緒なので、はいはいはい、そんなに苦労することもなく、データを入れたり抜いたり変更したりとかっていうのは同じっていうところで。そうですね、やれることの幅っていうのは違うんですか？基本的には同じだと思ってるんですけれども、ただトランザクト SQL から PLSQLSQL に移った時は使いづらいなとか、やれること減ったなっていうような気はちょっとしましたね。はあ、なるほど。一般的な SQL だとクラウド処理があるじゃないですか。セレクトやらフロムやらって、はい、そこの文法が違うって感じですか？そうですね、まあさすがにセレクトとかそういった簡単なところは同じなんですけれども、例えばなんかアップデートをかける時とかは書き方が違ったりはしますね。なるほどですね。結構その SQL とかだと複雑なデータとか取るときにジョインとか使うじゃないですか。その構文とかも結構変わってくるんですか？ジョインっていう意味で言うとあんまり文法の違いはないかもしれない知らないですね。不動産のシステムとかをご経験されてるじゃないですか、はい、どういうのに向いてる言語とかあるんですか？その PLSQL、 SQL って意味ではデータベースにアクセスしないシステムってほとんどないと思うんですけれど、っていうところでやっぱ基本的に SQL ってシステムを作る上では絶対使うのかなと今僕は思っていて、はいはいはい、トランザクト SQL が向いてる PLSQL が向いてるとか、そういった違いは多分あんまりないのかなと思ってて。なるほどですね、はい、普通のオラクルデータベースとかで SQL とか使ってた人がじゃあ PLSQL やってって言われても若干戸惑う感じはやっぱあります？僕がそのスタードを作るっていうところをメインとした SQL しか触ってこなかったので、そういうのを使わない SQL を書くっていうイメージがあまり持っていないところもあるんですけど、はいはい、例えばテストとかしてる時にテストデータちょっと書き換えたいからアップデート分投げたりとか、そういったことは経験あるっていう方も多いかもしれないんですけれども、はいはい、そういった経験しかない方がスタードプロシージャー作れって言われたらちょっとびっくりしたかもしれないですね。なるほど。 PLSQL の勉強法ってだったりするんですか？言語は SQL になって、基本的にはセレクト、アップデート、デリート、はい、このあたりを駆使して1個のプログラム関数みたいなものを作っていくので、最低限 SQL の知識があって、あとはプログラムって大体どういうことができるよねって、そういうのも理解しててっていうところであれば、スタートプロシージャーも作れるかなっていうような感じなんですけど。なるほどですね。動画の途中ですが、エンジニアなら必見、エンジニアガイドブックを全員にプレゼント。あなたの市場価値が一目でわかります。またスキルシートのフォーマット、詳しい単価の査定、キャリアアップのご相談も全て無料。詳しくは概要欄の公式 LINE から。 PLSQL っていうところにこうフォーカスを今回当てていると思うんですけど、はい、PLSQL ってこうフリーランスになった時に実際どうでしたか？こう案件の数とか決まるまでの時間だったりとかっていうところはいかがでしたか？僕の場合は PLSQL がメインスキルにもなってたので、はい、こう SQL とあとまあおまけ程度に C シャープで案件紹介をお願いしていて、大体紹介お願いしますっていうとこう何十件もパッと案件を提案していただいて、自分の方からエントリーし放題、選び放題みたいな、そのぐらいの案件数はあるので、気になったものにエントリーして面談していただいて、うん、はい、行くっていう形で、やっぱり何十件も来るレベルではやっぱり案件もあったってことです。そうですね、結構問い合わせを受ける言語ってあるんですよ、はい、これってフリーランスなれるんですかとか、あ、フリーランスで案件あるんですかみたいなのがあって、そのうちの一つでやっぱり PLSQL っていうところもあって、そこが泉さんの実際に口から聞けてよかったっていうところで、はい、ありがとうございます。今の現場でも使ってるんですか PLSQL とか、実際に書いたりもするんですか？今の現場だとまだまだ要件定義とかやってる段階なのでまだ書いてないんですけれど、この一つ前の現場だと SQL
書いたりとか、あと SQL 書くっていうとやっぱりデータベース周りを使うことになるので、はい、よく問題になりがちなパフォーマンスの問題ってありがちだと思うんですけれど、そういったところのメンテナンスチューニングといいますか、このセレクト分が遅いからちょっと直さないといけないねみたいな、どれが遅いっていうのの特定とか、それをどうやって直したら早くなるのかみたいな、もうちょっとテクニカルなデータベースのチューニングみたいな要素もあったりして、チェックできる人があんまりいないと思っていて、はい、そこができると重宝されるんじゃないかなとは思ってます。あ、でも良かったです。ぜひこれ見てる人には届けたいことですので結構 DP のチューニングとかも需要があって、うん、かつ、まあ、あんまりやれる人がいないってところですね。そうですね。結構そこまで担当されたんですか？全然プロフェッショナルとかそういうわけではないんですけれども、はい、例えばこうバッチを動かした時に何だか妙に処理の遅いところがあるぞみたいなことになると、はい、原因を探ったりするんですけれど、そういった経験を積み重ねていく中でなんとなくどこをどうしたら早くなるみたいなところが経験としてだんだん分かるようになってきたっていうような形で。なるほどですね、はい、実際に今上流工程と PLSQL とかその他のスキルをお持ちで独立されてフリーランスやってると思うんですけど、実際には年収は2倍になってますもんね。今会社員時代からすると。そうですね、前の動画でも言っていただきましたけど、はい、PLSQL とかもまだまだ需要はかなりありそうですね。そうですね、 SQL 使わないシステムやっぱりないと思う、はい、うん、そうですね、はい、かつ、まあ、上流工程もやるところの強みがあって、なんか他にこう持っているスキルとかあったりするんですか？扱ってきた言語としては PLSQL と C シャープがメインになるんですが、うん、上流を任されるのなんでかなってたまに考えるんですけれど、はい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 、人の意図を汲み取ったりとか、こちらの伝えたいこと要点だけをこうまとめて先方に伝えたりっていう日本語力的なところが周りと比較するとなんか結構得意なのかなっていうような気がちょっとしていて。なるほど。もともとはプログラミングしたかったけど今上流工程やってるじゃないですか。結果オーライやったかもしれないですね。上流工程もやれて PLSQL もやれて結構今後案件は困らなそうですね。そう思ってます。はい、ありがとうございます。ニズルさんに PLSQL についてのお話の方を伺わせていただきました。ぜひですね、そのあたりの領域の方はですね、参考にしていただければというふうに思います。動画の方がいいと思ったらチャンネル登録の方もお忘れずにお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。